変更。はい、どうもあじまです。今回も変更続きやっていこうと思います。前回はですね、なんかこの人形さんとカセットテープを手に入れたので、カセットテープを聞きに行きたいんやけど、どこでしたっけ。とりあえずベロおじさんのところに行こう。で、確かこっちに入って、なんかね、前回屋上に行ったら誰かがなんか飛び降りたよね。あれ誰やったんやろ。今のところ何もわからんままどん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 進めていっておりますが、多分ね、後々まあそのなんていうの、台湾の事情、まあ、この当時のいろいろあった事情、なんかいるな、目がいるけど、これいいのか。まあセーブしてるし、一回突き進んでみよう。特に何もないな。なんか目がいっぱいない。めっちゃ見られとんやけど緊張する。やめて。音楽室に行って、では電気消された。普通の嫌がらせで、カセットテープはどこでしたっけ。あれ、なんか電気消されたんやけど、でも逆に暗い方が提灯お化けは、あ、でもここ電気あるわ、つけるか。はい、電気つけて、え、これ誰の手。あ、やば。来たらここ息を止める。ベロ出し見ないで、ベロをこっちに向けないで。砂付近、提灯砂付近、早く向こうに行っていただいて。手怪我してない、大丈夫。どうしたんかな。でもそっち行きたいんやけど。あ、消えた。なんなんあいつ。あ、ここか。入ってカセット、あ、ここだここだ。これにカセットテープを入れる。したらなんか行けよ。あれ動かない。いや全部わからんかったよ。もう申し訳ないぐらい何もわからんかったよ。もうトラックを切り替えれない。なんか音楽流れてるよね。ドゥ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 。え、まさかやけどさ、この音楽をピアノで弾けって言わないよね。絶対音感なんてないよ私に。ちゃんと奴隷見て変えてくれんとわからんよ。テレレテテレリテレレテテレリ。あ、これじゃない。テレレテレレテテレリ。部屋のどこかでキーッと金属音が鳴った。天才的じゃん。え、ありがとうありがとう。めっちゃ聞いてくれてたんや。なんか開いたね。これ持っていける。鳥かごが開いた。中には人形がある。取り出そう。これさあ、何、手が入ってた。パペットマペットが頭が覆われた人形。指のねじれた手だ。指紋がすり減って完全に消えている。何かいらんことしましたねこの子は。ことはさ、これもしかして、なんか前回ね、ウェイ・チャンティの人形劇があったよね。これ私か、もしかして。音楽室にあった、頭が麻袋で覆われた人形。奇妙なことだが、この服装にはどこか親近感を覚える。そうだね、これおそらく私だね。セーブしに行こう。ってことは、あの人形劇するときに両端に手があったやろ。さっきの鳥かごの中の手を見る限り、
あれパペットマペットやから、今持っとる私の人形と鉄砲の人形はみたらいいってことか。でちょっとショートカットをしていきましょう。で人形機ここか、少年機伝統があってここ、どっちが私、私と何も起こらなかった、おあ入った、ええなんでそんなことする、なんでそんなことしたの、あの銃から本物の銃弾が出るとは思わなかった。なんてむごいっていうか、まあ私もそうなんやけど、なんでこんな残酷な光景見せられなきゃいけないの。メイチャンティもやられたよ、人形の頭吹き飛んだ、で鍵出たよね、人形の体から鍵が出てきた、どこ、地下の鍵、地下、え、なんでほんまにこんなん見せられたの。地下ということはこの下のモノ君が大量におった場所やね、おそらく。このどこの鍵だ、モノ君動かないでね、今モノ君みたいに大量にいっぱい来るの嫌だから。あ、そうだ、一回じゃあ、え、セーブ、これ、これセーブじゃないね、ごめん、すぐセーブしたがってしもて。地下、地下の鍵、この辺なんかあったっけ、これか、これか、鍵がかかっている、これで鍵を使ってみよう、開いた、え、こっちのものよね、で右行ってみよう、なんか濡れてない、え、汚ない、いっぱい虫おるくない、最悪、帰りたいもん、なんかあんまり物もないし人もいない、また、え、あ、これ一番最初のやつやんか、レイ君ありがとう、私のためにお安いご用ですよ、こんなことならいつでも頼んでください、今日はわざわざ僕の教室まですみません。この二人って親交あったのかな、え、でもなんか初めましてって感じがしたけど、いいのよ、私のクラスは実習中だから邪魔になるし、私たちがここで会うこと誰にも知られてない、もちろん抜かりありません、いいですか、この読書リストの取り扱いはくれぐれも慎重にお願いしますよ、え、分かってる、こんな本を読んでいるのが知られたら厄介なことになるもの、でも知識を追い求めるのは私たちの自由でしょ、全くその通り、尹先生も同じようなことを言っていました、やっぱり尹先生はグルやね、二人はちょっと似ているかもしれない、勇敢で才能にあふれていて、グリフィンドールじゃないですか、そうかな、私じゃどう考えても比べ物にならないよ、あの人は校長先生の娘ですごい功績を持つ学者の一族なのよ、そんな些細なことです、きっと尹先生はデイさんを誇りに思っていますよ、前にデイさんの文章を褒めていたのを覚えています、先生はこんなことを言いました、翼を鍛えよ、どこまでも飛べ、本当にそんなこと言ってた、難しない会話、もっと楽しい話しようよ、ねえ、一つ聞きたいことがあるの、イン先生とチャン先生が親しげに話してるのをよく見かけるけど、ひょっとしてあの二人がどういう関係か知ってる、付き合ってる、そういう話は好きよね、あれ聞いた、ええ、なんかもともと今回出会う前から知り合いやったのかな、二人は、メイ君が置いていった紙袋、読書会のリストじゃなくない、拳銃やったよ、私は弱い、
でも以前あなたは私に教えてくれた、ペンは銃より強しってね。え、ガチャって言わんかった。ちょっと銃持っとこう、お願い、銃持っとこう、銃持っとこう。え、出れる。え、これ目があったとこやろ。歩いてる。何この悲しい音楽。これどこまで行けるん。あ、でもドアあるわ。はい、じゃあ、え、何の部屋。鏡、鏡だね。絶対どっかにいつかウェイチャンティンが映るね。あれ、誰だい。しかもこれ向こう側ってなんか親近感覚えるって言ってた人形よね、さっきの。君は陰先生。先生、こんなところで何を。私は教師として少々反抗的な生徒に気を配るようにしているの。あなたがしたこと覚えてる。え、わかんないです。わかんないし。忘れたの、それとも思い出したくないのかしら。先生、あの、何の、あの、何の害もない、ただの紙のことよ。そのために私も彼も死ななければならなかった。他の大勢の生徒たちも。先生だったんですか。先生が私をこんな目に遭わせた。先生が私を狂わせようとしているんでしょう。時にはね、些細な過ちが取り返しのつかない過ちにつながることもあるの。よくそんなことが言えますね。全部あなたのせいなのに。あなたが全部めちゃくちゃにいたんだ。悩みを抱えていたならなぜ話してくれなかったの。うるさい、先生さえいなければこんなことに。ああ、なんか、あ、やばい、違う、それ私じゃないの、それ私じゃない。ああ、君がやったんやで。先生がここにいなければ悪夢は消えるはず。そうかな。結構おとよ、全部打ったんかこれ。ああ、でもこれ私じゃないしな。なんか鏡の中の私が勝手にしたことやし。やば、もうやば、やば、今一緒になんか提灯お化け歩いてほしいの。え、何これ。え、何、ろうそく。え、やっぱ変なとこ来ちゃったちょっとエンマ大王やん、ベロ抜かれるし、上皇神よ。母にたくさんの悩み事を聞かされたことでしょう。あ、さっきなんか線香を焚いてお母さんがずっと悩み事を言ってたって言ってたもんね。これか。私にはくだらないことばかりに思いました。でも相談できる人がいないこともあるのです。手を合わせ、静寂の中祈りを捧げます。私、ファン・レイシンにどうかお導きを。え、これ全部聞ける。え、一個しか聞けんから。で、何やろ。え、ちょっと待って、愛について聞こうかな。愛する人と結ばれ、普通の幸せな家庭を築けますか。え、何、インパイだ。何、ダメってこと。無理と分かっていることを追い求めてはいけない。ああ、こんなささやかな願い、なんて無慈悲な。他にも聞きたいことがあります。え、なんであんなんで決められないかんの。運やん。私は自分で決めた道を進み、心の赴くままに生きることができますか。何これ、勝敗。何笑ってんねん。つまり、おとなしく現実と向き合って、いつ抜け出せるとも知れず待ち続けるだけ。他にどうすることもできないのボロボロなんですけどもう大凶よ。家族、喧嘩ばかりの私の両親はいつか仲直りできますか。
また笑われとる。盆水盆盆前なんかで見たいな、これ盆水盆に帰らず的な感じだったと思う。多分なんかもう無理ですよってことね。そういうこと。それでもあれが私の家族なの。母さんもあの男も昔は仲良く笑っていたのに。悲しい。私は多くを望みすぎなの。生きることは終わりのない苦しみなのかしら。そんなことないよ。それとも苦しいのは私だけ、私のせいなの。何また笑う。勝敗、つまり自業自得ってことね。なんかそう言われたら全部がそうなりますやんか。やめてよ、なんかそう適当にすんの。やめてよ、神様ならちゃんと喋れ。え？何？若者は矢をなしに決まりきった道を歩かされ、やがて純潔を失っていく。え？私は人生のメリーゴーランド、回る木馬、聖なき感情がもつれた塊となった。狂気を吹き込まれ木馬は加速していく。メリーゴーランドは楽しそう。でもきっとそういう話じゃない。大丈夫かな。なんかちょっとレイがと病みすぎている。今もっと明るく言ってほしいな。確かにこんな場所に来てしんどいのはわかるけど、もう少し明るく前向きに向き合ってほしい。セーブだ。待って待って、先セーブセーブ。でもここ さっき聞いちゃおうか。ラジオ雑音はここから聞こえてくるみたいね。周波数を変えたら何かわかるかしら。え、なんか喋ってんの。アンティーローみたいな感じだったな。なんかおそらくやけど新しいマップに来た感じがするので、今回はここまでにしましょう。ちょっとチラッと見ていい？どんな場所なんか。ちょチラッと見るわ。もなんかえなんか走るもんやなった。古い扉、鍵がかかって、出れない。